こんにちは。今日は宇佐市インターネット放送局宇佐へレッツゴーの第1回です。私はコーディネーターの謝真優です。そして本日一緒に宇佐市のパワースポットを巡っていただくのはウズベキスタン出身のモハメド君です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。今日宇佐駅について感想はどうですか？宇佐駅について感想はめっちゃいいです。宇佐はめっちゃ綺麗ところです。それでは早速レッツゴー。はい、宇佐神宮に到着しました。宇佐神宮は全国4万余りある8万社の総本宮でございます。モハメド君、日本の神社は行ったことありますか？まだないです。初めてです。楽しみにします。楽しみですね。はい、それでは行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、宇佐の名物の宇佐餅とか宇佐飴もあります。初めて見てます。美味しそうですここのお菓子も美味しいです。ここは春の時もめっちゃ綺麗だと思います、ね、春も綺麗です。緑が綺麗です。緑になって、あと夏の時は暑いけど、はい、でもここに入ったら涼しいです、すごいですねこれカープルストーンって書いてますので、これ何ですか？これ目音石です。目音石、目音石、目音はカポ、はい、うん、カープルストーン、ファインドカープルストーン、あ、これじゃないですか？正解です。これが目音石です。目音石です。はい、どうやってやりますか？モハメド君は彼女はいますか？まだいないです。いないですか？できないですか？いない時はできますよ。あの、一人来た場合は片足ずつ踏みながら歩くと素敵な相手が見つかると言われてます。で、右は入って、はい、左、はい、でそのまま歩きます。はい、はい、正解ですそしてそれを通過するともう少ししたらここにたどり着きます。ここは上宮の本殿です。大きいですね。はい、とても広いです。そして神様がここにいます。最後は宇佐神宮でのとっておきのパワースポットを紹介したいと思います。こちらの樹齢約800年の御神木大楠です。さあ、パワーをいただいて借りましょう。はい、双葉の里に到着しました。はい、館長が待っててくれてますので行きましょう。行きましょう。こんにちは。よろしくお願いします。こちらは双葉の里の館長新海さんです。どうぞ中の資料館をご覧になっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。それではこちらの方が双葉山の資料館でございますので、まあ、いろいろ年譜で時代を表しておりますので、どうぞ中をご覧になってください。はい、ありがとうございます。はい、まあ、大体これが王関ですね。ああ、入幕はしました。これが王関と横綱という年代別の実寸大で描かれておりますので、これは生誕100年、双葉山の生誕100年の記念事業で地元の方に白宝石が訪れましてですね、そして宇佐神宮、この双葉の里に来られまして、いろいろな土俵入りとか、記念行事を行われました。そして夢という白鵬が書いた色紙で、はい、それからここは双葉山を筆頭にですね、今の歴代の横綱60白鵬関と春馬富士関と鶴竜関の手形を並べておりますんで、まあ、一応双葉山を基本にして、まあ、
皆さん方って手を合わせてですね、見比べております。はい、さあ今からは双葉の里でのとっておきパワースポットを紹介します。はい、こちら超60連勝力士碑です。はい、もう60連勝を超えてる力士さんの手形をかざしてみましょう。いいですね、行きましょう。ここですよね。双葉山はこちらです。はい、こちら白鵬です。さあかざしてみましょう。お、なんかパワーが出てますよね。パワーが出てます。すごいです。本当ですよこれ。私の手より少し大きいです。ぜひパワーをもらいに来てください。モハメド君、今日はだいぶパワーいただきましたね。見ました、パワーオフになりました。すごいです。じゃあまたさらにパワーをもらいきましょ う。実はウサは美味しい唐揚げがありますので、このすぐ近くにありますよ。食べていきましょう。はい、行きましょう。食べたいです。行きましょう。こんにちは。こんにちは。と骨なし500円分大丈夫ですか？分ね、はい、お願いします。じゃあ10分くらいいいですか？はい、大丈夫です。お願いします。すいません、大変お待たせしました。はい、こちらが500円分になってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。モハメド君、美味しそうです。美味しそうです。食べてみましょう。食べたいです。熱々です。おいしい。いいですね。くたくた、おいしかった。いっぱい食べました。ほんとおいしかったですね。よかったです。モハメド君、今日さ一日はいかがでしたか？ほんと楽しかったです。パワースポットでたくさんパワーをもらいました。明日からも頑張れますね。頑張ります。ぜひまた宇佐市へ遊びに来てください。はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。宇佐市インターネット放送局宇佐へレッツゴー、次回お楽しみに。さようなら。